今日は日常に潜むラッパーについて紹介したいと思います。これは普通の人です。そしてラッパーです。ラッパーは歩くのが遅いので2倍速にしてあります。行ったと思ったらまた戻ります。これがラッパーの習性です。キウイです。そしてこれは普通の人です。ラッパーです。ラッパーは歩くのが遅いので今回も2倍速にしてあります。そして行ったかなと思ったら戻ってきます。これがラッパーの習性です。信号です。多摩川です。ラッパーです。今回も歩くのが遅いのでラッパーは2倍速にしています。そして行ったかなと思ったら戻ってきます。これがラッパーの習性です。今回はえらく戻っております。水たまりです。ラッパーです。今回は映っている範囲が狭いので2倍速はやめました。ただラッパーは戻ります。これがラッパーの習性です。カーブミラーです。普通の人です。そしてラッパーです。普通の人がラッパーで戻る。これがラッパーの誕生です。おめでとう。